不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田中亮先生の不動産大学、令和5年追求建物賃貸借契約の修繕義務編ということで、このチャンネルは完全独学で心の近くを取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、今日振り返っていきたいのは今年の宅建試験の問題問9でございます。これですね、まあ最初に言っておくとですね、今年の宅建試験の問題って、まあここまでいくつかも解説してきているんですけども、実務においてもですね、非常に学びが多い問題が私は多いと思っております。まあ簡単に言うとですね、いい問題が多いというのがですね、私の印象でございます。実はですね、今日やる問9もですね、こんな風にリクエストをいただいているんでございます。こちらです。問9の解説もお願いします。あの問題は借主だけではなく、大家の立場になって考えるという有意義な問題だったと思います。ということでですね、コメントリクエストありがとうございます。そうなんでございます。これからやるですね、問9に関して言うとですね、この問題は一言で言うとですね、ダメダメ大家が主人公のですね、問題なんでございます。しっかりしろっていうですね、感じの問題なんですよ。この問題で出てくる内容というのはですね、これから不動産投資をしようと思っている人はもちろんなんですけども、アパートをこれから借りようかなと思ってらっしゃる方とか、今現在借りてらっしゃる方はですね、もう知ってなきゃいけない知識というような感じのイメージで思っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。すごくですね、重要な知識になりますのでですね、必ず覚えておいてくださいということでございます。はっきり言うとですね、これからやる問題の知識が分かってない大家さん、それからですね、アパートのですね、賃借人というのは非常に多いんでございます。これは私が実務をやっていたですね、経験からのですね、お話なんですけども、非常に多いです。それをですね、ちょっと頭に入れていただいて、ちょっと問題をですね、聞いていただければと思います。それでは行きましょう。A を貸主、B を借り主として、高建物の賃貸借契約が、令和5年7月1日に締結された場合の高建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。いきますよ。1、高建物の修繕が必要であることを A が知ったにもかかわらず、A が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、B は高建物の修繕をすることができる。はい、どうでしょうか。はい、結構ですね、ストレートな問題なんですけども、どうでしょうか。はい、これ先答えいきますよ。答えは、はい、これその通り、丸でございます。これですね、実務においても非常に重要な知識なんでございます。これそもそもですね、建物の賃貸借契約は、部屋をですね、貸して、賃料、家賃をですね、もらうことを約束するっていう契約なんですよ。で、部屋を貸すっていうことはですよ、部屋を通常通り使える状態で提供するっていうことがですね、大前提なわけですよ。なので、貸主ですね、大家さんは修繕の必要性が生じた場合にはですね、もちろん修繕をしなければなりません。これは義務でございます。貸主としての修繕義務でございます。この義務についてはですね、これから投資家とかですね、大家さんを目指す方に関しては、もう講習としてですね、受けていただきたいぐらいですね、重要な、まあ、法的知識でございます。これを分かっていないですね、大家さん結構います。なので、大家さんは建物自体やですね、その設備が壊れたりした場合には、修繕をする義務があります。で、この問題で聞いているのは、その上でですね、その前提の上で、大家さんがですね、その修繕をサボっていて、全然対応してくれない、修繕してくれない場合にどうなるんですかっていうことを聞いている問題なんです。これはですね、もう実務でもこういうケースはよくあると思います。例えばですね、これガスコンロがつかなくなったんでですね、大家さんに直してくださいっていうふうに連絡したのにですね、もう2週間経っても3週間経っても全然直してくれない、何の手配もしてくれないっていうことがですね、あったりするんでございます。そういう場合にじゃどうなるかというとですね、賃借人ですね、アパートの住人の方が自分でですね、業者を手配して修繕をしていいよっていうことでございます。これはですね、民法にもこういうふうに書いてあるんでございます。こちらです。民法670条の2ってところに書いてあるんですけど、賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人はその修繕をすることができる。1、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、2、休泊の事情があるときという形になっております。まあもちろんですね、これ後でちょっとやりますけども、修繕した後ですね、お金はもちろん請求できますからね、賃借人が自腹のままっていうわけじゃありませんので、もちろんですね、その費用に関しては大家さんの方に請求ができるという形になります。さあ、続いていきますように、高建物の修繕が必要である場合において、B が A に修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、A が必要な修繕を直ちにしないときは、B は高建物の修繕をすることができる。はい、どうでしょうか。なんかすごい似たようなですね、選択肢なんですけども、どうでしょうか？何が違うか分かりますでしょうか？はい、いきますよ。答えは、はい、これ×でございます。なんで×か分かりましたでしょうか？これさっきと同じような選択肢なんですけども、まあこういうふうにですね、もうほぼ同じような選択肢でですね、微妙に変えてくるっていうのは結構レアケースなんですけれども、
さっきとですね、まず状況は同じですね。置かれている状況は同じです。で、修繕が必要なのに大家さんが手配してくれないというですね、そういう状況です。さっきと一緒です。で、この場合にですね、大家さんが直ちに手配をしなければ、賃借人は修繕をしていいんでしょうかっていうことを聞いております。ちなみにですね、さっきは何て聞いてたかというと、相当の期間内にっていうふうに言っております。はい、出ました。これですね、何が違うのって話ですね。これは国語的な意味を聞いてるんじゃないんですよ。これ法律的にですね、相当の期間内にということと、直ちにっていうのは法律的に意味が全然違うんです。これ以前ですね、コメント欄に質問があってですね、動画でやったんですけども、覚えておりましたでしょうか？こちらです。はい。これですね、遅滞なく速やかに直ちにってありますけども、これどういう順番かわかりますでしょうか？これですね、遅滞なく速やかに直ちにの順番でですね、だんだん早くやれっていう表現になっております。ですから、直ちにが一番早くやれっていう表現なんでございます。これは法律的なですね、表現でございます。はい。これはですね、最も時間的即時性がですね、強く求められるのがどれかというとですね、直ちになんです。一番早いんですね、直ちにが。で、その次が何かというと、速やかにです。最もですね、即時性が弱いっていうふうに言われているのはですね、遅滞なくっていうですね。まあそういう順番があるわけです。直ちに、速やかに、遅滞なくっていうような感じの順番があるんですね。で、簡単に言うとですね、これ直ちにってどれぐらいの、なんですかね、イメージで言ってるかというと、本当にすぐって感じですね。これはですね、直ちにって言われたら基本的にですね、いかなる理由を持ってしてもですね、遅れちゃいけませんよっていうですね、それぐらいのですね、まあ強いメッセージだというふうに持ってください。で、対してですね、この相当の期間っていうのは何なのかというとですね、これ例えばですね、故障や破損の規模とかですね、内容とか、まあそういったものにもよりますんで、一概に何日っていうふうには言えませんけれども、大体ですね、1週間以内ぐらいにっていうような感じのイメージでございます。まあ少なくともですね、直ちによりはですね、余裕があるという感じでございます。さあ、ここからですね、ちょっと実務的な話をしますけれども、これ設備が壊れた場合ですね、設備とか部屋なんか壊れた場合にですね、賃借人の方からですね、今すぐ直せみたいなですね、電話って結構金貸しにかかってくることってあると思うんですよ。私も結構ありました。例えばですね、エアコンが壊れたりするとですね、今すぐ直せとかですね、今日中に直すとかですね、無茶なこと言ってくる賃借人の方って結構いらっしゃいます。ただですね、これ現実的なお話をすると、その日が例えば日曜日だったりするとですね、すぐに手配できないことだってあるんです。特にですね、今の働き方改革とかですね、言われ始めていて、まあ昔みたいにですね、残業してですね、夜中に施工するとかってこともしません。なので、休むときは、ね、休むっていうですね、風潮がもう不動産業界全体、あとは、その業者ですね、またの現場に行って直す、その施工業者ですね、というところも働き方改革っていうのはもちろん影響しているので、何が言いたいかというとですね、昔みたいにですね、すぐ言われてすぐ直すなんてことはもうできないんでございます。まあそれは昔からそうなんですけど、昔よりもですね、さらにそういう風な流れになってきております。さらに実務的なことを言うと、大家さん自体がすぐに捕まらないってことだって十分考えられます。まあ、つまりですね、何が言いたいかというと、最善を尽くしてもですね、すぐにですね、要するにですね、法律的な用語で言うと、直ちにですね、できないことっていうのはですね、実際あるということなんでございます。これですね、もし法律で直ちにって規定されたってですね、そんなことは無理なんでございます。そもそも年末年始だったりすればですね、管理会社が休みだったりするわけなので、まあ、無理なんです、直ちにっていうのは。なので、相当の期間内にっていうふうになってるんでございます。ですのでですね、これ実務で、あまりにですね、しつこい賃借人に、もうさっさとですね、直してくださいっていうふうに、あまりにも言われるようなことがあればですね、直ちにっていうこととですね、相当の期間内にってことのですね、違いをもう説明してあげるっていうのはですね、私はいいんじゃないかなというふうに思います。私も実務やってた時にですね、これについてですね、説明をして納得してもらったことがですね、何回かありました。これはですね、自分自身が賃貸人、要するに大家さんになる場合と、あとはですね、アパートを借りる場合とですね、どっちになる場合だったとしてもですね、絶対に知っておくべき知識なんでですね、ここは非常にですね、重要でございます。絶対に覚えておいてください。続いて3、B の攻めに期すべき事由によって、高建物の修繕が必要となった場合は、A は高建物を修繕する義務を負わない。はい、どうでしょうか。これもですね、非常に重要でございます。まあ、これは多分わかると思います。はい、いきますよ。答えは、はい、丸でございます。これはその通りでございます。もうこれは当たり前なんですけども、これも分かってないですね。アパートの住人、賃借人結構います。例えばですね、これガラスを割ってしまった賃借人から電話があってですね、割ってしまったんで直してほしいなんていうふうにですね、言われること実務ではよくあります。この場合ですね、もちろん修理業者を手配することは可能なんですけれども、それによってですね、かかる費用に関しては全部賃借人の実費になりますということでございます。当たり前でございます。このようにですね、賃借人の期責事由でですね、修繕が必要になったとしても、相当の期間内にですね、大家が修繕するという法的義務はですね、ないんでございます。これは当たり前でございます。こんなのですね、これが法的義務にされたらですね、大家さんやってられません。ということでございます。これ実務ではですね、こう、賃借人が加入しているですね、火災保険の借家人賠償なんかがですね、使えるケースがあったりしますんで、要するに保険対応ができる場合なんかもあったりしますんで、それも覚えておくといいんじゃないでしょうか。最後いきますよ。4、高建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、B は高建物の修繕をすることができる。はい、どうでしょうか。はい、これはですね、一番最初の選択肢だった知識でございます。はい、これはですね、答えは、
はい、丸でございます。これもですね、実務でよくある状況でございます。これはですね、非常に重要です。まずですね、これ選択肢1でですね、出てきたやつですね。これです。急迫の事情があるときに該当するのでですね、賃借人は自分で修繕ができるという結論なんでございます。でですね、これは私が実務経験していたらですね、見通し言わせていただきますと、これを分かっていない大家さんですね、非常に多いです。ちょっとですね、私の経験した具体例で説明しますよ。これはですね、私が実際に実務をやっていたときにですね、出くわした大家さんのお話なんですけども、年末年始のですね、休みが終わって正月明けにですね、出勤したときのお話なんですけれども、私がですね、実務やってたときにですね、新年早々ですね、こんな電話がですね、不動産にかかってきました。これアパートの住人からなんですけれども、元旦にトイレのタンクから水が噴き出して止まりませんでした。自分で業者を手配して改善はしました。給水管の劣化原因のようで交換してもらいました。全部で8万円かかったのですぐに払ってください。こういう感じの電話がですね、年始早々ですね、不動産屋の方にかかってきました。これがですね、まさにこの選択肢で言っているところのですね、急迫の事情でございます。これの場合はですね、水漏れでございます。とにかくですね、水回り関係はですね、もう急迫でございます。さっさとやらないとですね、被害がどんどん広がっていくんですね。下の階とかにもですね、被害が出ていきますんで、もう大至急やらなきゃいけないんです。なので、これですね、そういう電話を賃借人から不動産屋の方にいただいたので、これ領収書をもらった上でですね、大家さんに連絡してですね、状況を説明しました。するとですね、大家さんはですね、こういうふうに言い放ちました。こちらです。高すぎる。勝手に業者を手配したんだから、私は負担できません。こんな風にですね、言ってきたんです。はい、これですね、すごいやばい賃貸人ですねっていう風に思うかもしれませんけれども、これですね、私が実務やっていた頃ですね、こういう風に言い出す大家さんはですね、全体の割合から言うと、2割から3割ぐらいはいた感覚でございます。結構多いんでございます。みんなですね、こういう法律知識知らないんですね。ちなみにですね、民法にもこういう風に書かれているんですよ。こちらです。第608条、賃借人は賃借物について、賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し直ちにその証拠を請求することができるというんですね、書いてあります。まあもっと言えばですね、賃貸借契約書にもですね、もっとわかりやすく書いてあるケースが多いです。で、私はですね、この説明をかなりのですね、数の大家さんにした記憶があります。これですね、大家さんの気持ちはわかるんですけども、お正月でですね、管理会社も休みの状況で水漏れが発生したんですから、どう考えてもですね、急迫の事情なんでございます。で、確かにですね、多少は高かったかもしれませんけれども、まあ、正月料金というふうに考えればですね、ありえない額ではありません。むしろですね、こう賃借人の方にですね、迅速に手配してくれてありがとうっていうぐらいの姿勢が欲しいところなんでございます。本当はですね、そういう感じなんでございます。今日やったですね、この4つの選択肢は、大家さんの目線で見るか、賃借人の目線で見るかでですね、180度見解を変わってくると思います。ということでございます。この修繕義務はですね、大家としてのですね、一番重要な義務じゃないかなというふうに個人的には思っております。ということで、また明日。